栄養大丈夫そうって、うん大丈夫。ガリガリと食べます。わかる？あの今ゼリーみたいなやつが、駄菓子屋のやつが凍らせてある。駄菓子結構食べた。まだ全部は食べてないけど。今日も暑いです。今日めっちゃ暑かったですね。今日めっちゃ暑かった本当に。昨日はスペイベでした。今日大人っぽい。黒着てるからじゃない。チョコマンのいたずらしてない。忘れてた忘れてた全然やってません。あんまさ、今日すごい雰囲気違うって言われるんですけど、なんかそんな何も変わらないんですよ。なんで？なんで？別にいつもと一緒。メイクもそんないつもと一緒なんですけど、普通に黒の T シャツ着てるからじゃない。多分暑かった。本当に今日は暑かったです。うん、いおりちゃんのドアノブモメントか。でもそれ髪色、なんか確かに茶色く見える。黒着てると茶色く見えるんですよ。だから多分黒いからだと思います。全然なみなみじゃないよ。え、全然、え、マジであんないつもと変わらんよ。で、多分黒、服が黒じゃけん、茶色く全体的に見えると思いますフフ。氷を食べてます今。今日も可愛いってありがとう。え、いつもとメイクも全部一緒。違い探ししたいの、みんな。いつものあんなとの違い探し違い探しスタート。マイカちゃんおすすめのグミ、あーのリンゴのやつ食べたよ。普通になんかマイカが買った日に、これ欲しいから食べてって言われてくれて食べて、そう、その後にスペイベでもなんか大量にスタッフさんが氷グミとそれを買ってきてくださってそう、なんか今あるよ。てか、うん、あっちだ。ん、どこだ。うん、こっちにある。もう今日なんかレッスン場の冷蔵庫で氷グミを凍らせてみたら本当に氷みたいになっちゃって、硬くなっちゃって、多分あんま入れなくてよかったでもなんかマイカはそれがそっちの方が好きって言ってたけど、そうけど、なんか氷グミを本当に凍らせてみたら、なんか、え、だって氷グミだから、まあ、凍らしてみようかなみたいなしたらキアラにいつも「あんころマジで何でも凍らせようとする」って笑われて、いつもなんかキアラとでも一緒に「違う、このお菓子も凍らせてみる？」ってよくキアラと一緒に実験をしてて、2人で。でまた今日私がグミを凍らしましたけど、まあ別に美味しかったけど結構硬くなっちゃって、でもなんかひんやりした方がさ美味しいじゃん、ちょっとだけ。だからなんか冷蔵庫くらいならいいのかなと思って。でもなんか最近うちのレッスン場のね、イコラブのレッスン場のとこの
冷蔵庫がちょっとなんか冷蔵庫がなんか壊れてる気がして、なんかあんま冷たくならないんですよ。だからみんなでじゃあ冷凍庫に入れちゃえば、冷凍庫もなんか冷凍まではめっちゃ急速な冷凍はなくって、なんかちょっと冷蔵と冷凍の間ぐらいになってるのね。だからもうそっちに入れちゃえってなって、みんなでいろんなものを、あ、そのオロナミン C とかもあの冷凍庫にちょっとだけ、でもさそんな30分とかよ入れてて、さまあいい感じにシャリシャリとかになって、そうだからあのニコラブのあのレッスン上に皆さん冷蔵庫を買ってください。お願いします、お願いします、みんなよろしくね。冷蔵庫買ってね。みんなコラボちゃんが夏に冷たいのが飲めなくなっちゃう、だからコラボちゃんのために冷蔵庫買ってね、なんつってなんつってスタッフさんに言わなきゃ、知ってるのかなスタッフさん、知らないか。みんな送りまして。だってさ電化製品ダメじゃもんね。ディッスンありがとうわーです。ありがとうわーですか、ありがとうわー、パフェタワー、パフェパフェありがとうございます。冷凍してってこのタワーで冷凍、冷蔵庫買えと私に。そういうこと。どういうこと。昨日はありがとうね、見ましたよ、ありがとう。何ドアタイプがいいですか。そうですね、今はなんかおちび冷蔵庫なんですよ。だからその入れられるものがやっぱ限られちゃうので、できればもう普通にあの3段あってっていう、もう結構デカめでも嬉しいです。あ、まあ、ちょっとデカすぎるかな、さすがにそれは、さすがにちょっとそれは邪魔かな。まあ、2段でもいいけど、今本当にちっちゃいのね、2段でも結構ちっちゃめだから、もうちょっと大きいのがいいなと思います。やっぱまあ、10人メンバー、イコラバー10人います、10人ですけど、まあ、イコノイジョイとかのレッスンになると、まあ、結構ねその、まあ、いろんな、まあ、レッスン場があるんですけど、まあ、そのイコラブのところもこう30何人かで使ったりもするので、そう、ね、やっぱり大家族かなと思う。あ、氷作れるやついいですね、そうしたいと思います。氷作れるやつがいいです。うん、1人1台は、踊るスペースがなくなるので大丈夫です。レッスン室の中にあるんですよ。だからちょっとでかすぎるとちょっと踊るスペースがなくなっちゃうので、ね、ダメなんです。ちゃんと名前をね書いて入れないといけないの。シトロンの椅子、シトロンの椅子はなんか普段座りしたらダメって言われてる、なんかダメっていうかなんか撤去された。私たちがみんなが休憩時間にシトロンの椅子に座ってたら撤去された。あんなとは書かない。あって書くか、えって書く。どっちか。
ひらがなのあかえどっちかですね。コラボは頭文字がかぶってないからあとか全部。これはねセブンのこれみかん氷みたいなやつ。名前書いててなくなったことはないと思う多分。うん多分、うん、分かんないけど。ただあれだ、そいちゃんありがとうです。アンリサ神だよねありがとう。てか今広島行ってるんでしょ。見たよ。4人ぐらい。可愛すぎやること、びっくりした。嬉しいんだけど嬉しい。だってアナの行った広島のさところ巡ってくれてるんでしょ。可愛すぎる、嬉しい、ありがとう。じゃあ今みんなで見てるのかな。大好きでーす嬉しい、めっちゃ嬉しいなって思った。可愛すぎる。わざわざさ私よりさ年下の女の子たちがさ私のさ行った場所をさみんなで巡ってくれてんのよ。やばくない？めっちゃ可愛い。広島いいとこ？やった。そうなんかね今日他にもなんかてかちょくちょくその広島アンナが行ったお好み焼き屋さん行きましたとか。MV 撮影した場所だったり旅ランの場所だったりいろいろ広島じゃけんで行ってた場所だったりをすごく皆さんが行ってくれてて本当にね嬉しいんですよ。ありがとうね。だからいつか早くそのねライブでみんなをねお連れできたらなと思ってます。くまちゃんもありがとう。レグルスさん、カープ2連敗しちゃった。でもずっと連勝してたんだけどここ2つの試合は負けちゃったね。広島公演したい。行動力ありすぎる広島。やっぱさ広島から私が東京に行くとかね、まあ大阪とかもそうだけどやっぱさめちゃくちゃ旅やんか。それでさね結構すごいよね。私はすごいザ旅行だって感じだったからさ。昨日はスペイベちゃんでしたけど13枚目のねスペイベがライブまでライブは終わったということで、あとはお渡し会とサイン会を残すのみとなり、昨日は今日は昨日ん昨日ん今日がノイミー会か。うちらはイコラブ会ではなくってあれですよね、スペイベスペシャルライブの方だったのでですけど、だからまあ1時間ライブ、あの瀬戸りをやるのももう最後だったのかと思って。基本的にはねスペイベは1,2,3,4,5,6 公演か、6回とも瀬戸りはさ一緒だからさ、昨日もね楽しかったです。ん？全部雨だったっけ？マジ？前か。マトペ来ないでしょマトペらないよまだうん、皆さんコールがどんどん回を重ねるごとにすごく声が大きくなってて、
そう夜、そうね、一番やっぱり昨日の夜がどんどん回を重ねるごとでだからすごく増えてた声が。私まあメンバーもさこうやりながらって感じで、こうノイミーちゃんのさ武道館を見せてもらって、でさノイミーちゃんも今回のツアーでさすごくファンの方とコールの練習を多分ツアーを通してやってて、で武道館でもそのコールができてるから、イコラブはイコラブがやった時のツアーと武道館は私たちはまだ声出しがすごい全部解禁ってわけではなくって、煽ったところだけとか、あと武道館もちょっと曖昧なこうルールを守りつつでもぐらいの、ちょっと一番難しいね、武道館が特に一番イコラブの時難しいタイミングだったので、うまくさこう皆さんも私たちについてきてくれてたんだけど、でもこうもう全力で何もいつも通りコロナ禍のになる前に戻っていいっていうのをまだしたことが全然ないじゃないですか。で今回スペイベのしかも途中から一応解禁して、だから、まあ、スペイベってしかもさそんなにさこうキャパ的にもね人数的にも多いわけじゃないから、ちょっと私たちまだこうイコラブのファンの皆さんのもうすごいなんだろうドンっていうさ場所とかではやってないから、でこのいみちゃんの見せてもらってすごい武道館とかもすごかったから、私たちもこうファンの方と一体感のあるコールをこう作っていったり、こう一体感のあるライブを作っていかないといけないなって、こうできる場所が私たちイコラブは限られてるからこそ、そのライブの回数だったり今はちょうどタイミング的にね、本当にこれはタイミングだからすごくしょうがなくって、だけどそのこれからイコノイジョイだったり夏祭りもあったりでいろんな対バン系もあったりとかあるじゃないですか、ティフと六本木のやつとかで、そうだからこうみんなで煽れるところはこここうするとか結構楽屋で話したり、じゃあこれ言ってみるとかってみんなで話しながら結構最近はやってみたら、皆さんも一緒についてきてくれてよかったですどうか水色の服着てない着てないよ。ワイフさんのガチャガチャさん、私のファンの方が見つけたらやっててさ、結構かわいい。あの無事になんかケースみたいなの届いて組み立てるの結構時間かかって、なんか組み立てたんですけどなんか微妙に入らなくて、そうで今アメちゃんの羽みたいなところを取って収納してる。まあいっかと思って、結構でかくないとね入らないみたいで、そうしかもこうパカッて開けるとすごいねここの幅を取るのよ、そうでめっちゃ難しくて、まあでもいい感じにちゃんとナージョーモーサージーミーダージェーズーでやってるんですけど、そうそう、まあでも可愛くちゃんと透明のケースに入れられたからまあいいかなって。え、マジですごいね、12個で9種類をコンプリートしたのはマジであんな天才やと思ってる。なかなかの天才女だと思っている。天才でしょ。そこは強運だった。
かぶったのは誰だっけな、ジョンヨンちゃんとダヒョンちゃんとサナちゃんですね。もう最近の本当にドワイスさんのその SNS での写真、インスタでの供給がもうすごい楽しみでやばい。何この料理のオーキャンって、姫切り料理で申し込みできたんですけどって、オーキャンって何。昨日のお片付け、あーそれはでもね、昨日のお片付けは普通にあのそのモーメントする前にもう完成はさせてて普通にお片付けしました。でもそんな言うて20分くらいで終わったけど20分もしてないかも舞台裏見学なんか去年もやってたよね、あれ分かんないけど。でもあれライブは見れないってことでしょ。ライブを見るやつではなくて本当に裏側は裏のスタッフさんの動きを見に行くってことでしょ。うん、どんな感じなんだろう。高校生かな。なんか本当にこうそういう世界で働いてみたいなって思ってくれてるね子とかが来てくれるやつでしょ。なんだろう、音響とかかな、音響とか舞台とか。進路決まらずでおすすめに出てきて行ってみようかなみたいな感じです。でもそういうのもすごく大事だしすごい素敵なことだと思うね。見つけてくれてありがとうね、いちちゃん。進路決めるってね大変だしさあ、なんか分かんないよね、本当に悩むよね。あんこちゃんでもね、もしなんかそれでこう確かに本当になんかそれでおすすめに出てきて行ってみようって思えるその行動力がまずすごいことだし、それはすごく長所だと思うし、うん、まずその気持ちになれた自分をいっぱい褒めてあげてください。この中で行ったことある人いるんですか。どうですかね、去年とか。いやどうなんだろう。でもね、そのイコラブのファンの方とかはやっぱライブにね来てくれるからないですよね、多分。ライブ来たいからみんなね、裏側には来てないのかな。そうね、みんな舞台裏っていうより表の感じだもんね。舞台裏って言っても私たちアイドルの舞台裏っていうかはそれを作ってくださるスタッフさんの舞台裏って感じだから、例えばマイクだったり多分音響だったり照明だったりとかそういう制作とかそういうスタッフさんのね周りみたいな感じだと思うから、うん、また違いますよね。私たちはねそういう方がいてくださってライブができてるから本当に。うん、でもアンナも舞台裏楽しそうっていうかいいなって思います、うん、今はこう支えていただいてる側だけどやっぱりなんかアンナはこう何かをみんなで作ることがすごい好きなので、でもやっぱり近くで見てるからこそ大変さだったりそういうのもすごくわかるし、うん、だって私たちよりもだいぶね早く入って準備してくださってって、で私たちのライブが終わった後もこう最後まで片付けてくださってとかね撤去してくださる方がいらっしゃるわけで、そうだからね、まあ、私たちは私たちで違うこうその間に違うことをやらないといけないけど、まあね、どんなお仕事も大変だし、そうでもやりがいを感じられるお仕事だったり自分に合うお仕事はきっと
見つかると思うから、時間をかけてゆっくりと見つけてほしいなって思います。でアイスを食べながら言う女冷たい。うん、わかる。アンナも頭良くないから、うん、ねセット組み上げる、そうそう、セットとかもさどうやってできてるんだろうってさ見たいもん。逆にアンナも見たいでもさ、そのこう舞台の表から見たものと裏側ってどういう動線になってるんだろうとか気になりません？舞台裏の下とか、 なんか映像とかではたまに見るけどどうなってるんだろうってやっぱ気になるじゃん。私この前ののゆみちゃんのそれこそ武道館も見に行かせてもらった時も、あ舞台裏はこうなってるんだろうなって、まあ、なんとなく想像はできるけど、そうやっぱ裏ってちょっと迷子になりそうな感じの階段が何個かあったりとか、ここのステージに行くにはこの階段じゃないといけないとかやっぱあるんですよ。だからそういうのをやっぱ見れるっていうのはすごく楽しいと思うから、うん、まあまあでもイコの以上の舞台裏の裏はすごい難しいステージなわけでは多分ちょっとないんですけど、そんなにね、そんなに難しくないけどイコの以上の裏側はそう。でも面白いと思う多分。うん、花道の下は通路、あそこをこうやってしゃがんで、あ腰が痛えぞって言いながらあと何メートル遠いなとか言いながら、あの下をくぐりますよく。あアンナはしゃがまないといけない時としゃがまなくていい時があったりしますね。確かイコの以上は途中まではしゃがまなくていいんですけど、途中ぐらいからしゃがまないといけないんですよね。自転車はまだないかな。台車とかはねイコラブもあったりしたけど、まだチャリには誰も乗ってないと思う。乗ってたかな。あ、いや待って、チャリあったかも。うわ待って、チャリあったかも。いやなかったっけ。いやなんかあった気もなかった気も、ちょっと忘れました。うん、台車しかないと思う。寒くなってきた。アイス食べたら。本当にね、のゆみちゃんの舞踊感めちゃくちゃ良すぎて感動した。なんかあの映像とかからのみたいなさ。で最後のまほろばも好きだった。まほろばマジでいい曲てか曲が全部マジで良すぎて、なんか曲が良すぎて全部本当に私オーディション映像からのところで結構泣いたもんね。ちょっとめっちゃうるうるした。あそこ一番でもいっぱい川名子ちゃんそっから登場しちゃうのみたいな。待って、あれ川名子ちゃんだったのみたいな。なんかこれ外したら、え川名子ちゃんみたいな、びっくり、テンション上がった。何か見しようと思えちゃよかった。いい曲
え、演出めっちゃ良かった、好きだった。めちゃ陽気すぎてかっこよすぎて、ももキュンのドラムね、本当に良すぎた。普通にさ、なんか私たちさ、私がなんか前日にマネージャーさんに「え、ペンライトないんですか?」って言って「ペンライト欲しいです」って言って「分かった」って言ってくださって、ちゃんと用意してくださってた。でもペンライト持って、でもまあ大体さエメラルドグリーンじゃん、だから基本的にはエメラルドグリーンにしてて、でもその、まあ、この子がセンター曲とかの時とかはこうカチャ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 いっぱいして、そう、コラボもピンクやるかいつか。コラボはまあなんかあんまりさそういうの揃えたりはしないから、曲によってとかはちょくちょくあるけど、コラボはそんなね、ちゃんとその子のセンター曲でも、まあセンター曲というかこの曲はあぐらいしかないよね。まあでもそっか、のいみちゃんもそんなずっとエメラルドグリーンとかなわけはないから、まあそんな感じだよね。そう、花おかえり花だよりは、まあ、別にいつやるとかは全然まだないけど、もしいつかね、あと100年後にアンナが歌った時は青と黄色ですね。でもなんか半分から下手が青で、半分から上手が黄色。そう、125歳のアンナが歌ったらそうなる。アンナから見て右側だから下手かが青で、アンナから見て左手だから上手が黄色。125歳までアイドルしてくれんの激アツ。いつかやった時だけどね、これは。サツカですか。100年後のことはちょっとまだ決まってないんですよ。一緒にみんなで長生きしましょう。まあでもなんかエガレピも私的にもうそれぞれの紙面のカラーにしてほしくて、なんだろうね、やるとしたら何の曲でイコラブカラーにするのがいいんだろう。でもやっぱイコラブは私的にはそういう一つのカラーにボンってする曲ももちろんあるから、全然そう、私も一瞬ねラブクリエイト可愛いなって思ったんだよね、ピンク全員ね、思ったけど、まあそれは分からん、私だけのあれじゃ決められんし。でもどうなんだろうね。でもまあ今までやってきてないから、コラボは結構その推しメンのカラーでみんなでこうなんだろう、十何色っていうかさ、それぞれの
こう個性っていうのがいいかなってやっぱ思うから、あんまりそんなね決めてないんだよね。なんだろうね、確かに手遅れとか記憶は赤って決まってたり、瞳のソロも決まってるし、逆にメンバーカラーではないけど瞳のソロは青って決まってるし、ちゃんとそういう曲はねちょくちょくあるしね。最初さシトロンはさみんな黄色、初披露は黄色やってん。そうイメージカラーは黄色みたいなの出たからみんながカチカチカチって黄色でも別に今は全然黄色じゃなくても何色でも。でまあそれでいいかなって、まあ、ペンライトもねこうカチャカチャしすぎちゃうと大変じゃんみんなもだからだってもうさペンライトをみんなが持ってくれてカラフルに持ってくれてるだけでもすごく綺麗だからさね。でもすごい手遅れとかすごい真っ赤に染まる会場とかすごい好きだし、うん、そういう風に作られてる色もあるから全然いいと思う。それで今まで通りのイコラブでいいと思うよ私は。ペンライトカチャカチャしすぎたみんなも疲れちゃうだろうしで楽しかったけどね。アンナはアンナはなんかファンの方でノイミーちゃんのファンの方でなんかアンナもなんとなくのその色は把握してたんですけど、1本だとどっちっていうのとか分かんなかったのね。例えばなんか2本ある子とかで分かんなくて、で、ま、あのそのさ ずっと自分の推しのカラーを持ってるファンの方ももちろんいるし、毎回結構カチャカチャ変えてる方もいるじゃないですか。だから私はもうカチャカチャ変えてる方を見つけたの、自分の、ま、自分より前にいる。だからアリーナっていうのかな、アリーナにいる武道館でねファンの方を、女の子だったんですけど見つけて、その方がした色を真似してたあ今この子なんだみたいなあこの子はこの色なんだっていうのを、 あの方を見ればいつもあの方変えてるから間違いないんだって思って、ですごい振りコピーとかもすごくしてて、あめちゃくちゃ知ってる方なんだろうなって思ったから、もうその方にあありがとうございますって思ってカチカチカチってやってましたそう見せてもらってたカンニングしてましたその女の子のこと。みんな周りに合わせるよね協調性があって素晴らしい。コラボのペンライト名前順に色変わるの、え、そうなんだ初めて知った初めて知った。ペンライト全部コントロールね、それもいいよね、いいよね、なんかどっちもいいよね。でもK-POP が基本そうだもんね、多いよねそれ、なんか電動式みたいなさ、もう連携されちゃうんだよね、もう入ったら。だからもうカチャカチャするとかないもん、もうずっと振っとくだけ、本当にもうカラフルにもうみんなの色が一斉に変わっていくの、すごいよねあれ、どうやって連動されてんだって思うけど、まあでもそれは K-POP の感じで、最近多いのかな日本のグループさんも、わかんないけど、まあでもさやっぱ私たち的には自分のファンの方を見つけやすいから、まあいいんじゃないこれで連動もすごい素敵だと思うけど、うん、今のうちら最初からそれをやってたらいいんだと思うけど、今からってなるとなんかさやっぱ自分のファンの方ってペンライトで見つけるから、多分ね推しのペンライトにしてた方がいいと思う、うん、あそうよ電池めっちゃ減るの早いよそうだから電池いっぱい必要です
まあ、どっちにも長所もねあると思うよ。やっぱはね黄色と青持ってくださる方を先に見つけるから、どうしても。昨日も GU カラーの私の持ってくれてる方を先に見つける。メンバーみんなそうやと思うよ。一番はそこに、そこで判断するからね。何サイリウム、サイリウムとペンライトの違いは何？サイリウム、ペンライト、サイリウムってポキってやるやつではなく、あ、やっぱそうなんだ。うわ懐かしいね、ポキっておるやつ。よく使いよった、昔そのやっぱスクール、歌とダンスのスクール入ってる時はもうペンライトっていうよりかはもう全然100均とかドンキとかでめっちゃペンライト買いよった。みんな、あ、ペンライトじゃない、サイリウム買いよった。懐かしい。でファンの方がなんかサイリウムとか配りよった気がする。この色で今日は指定ですみたいな感じで。そう、まあ指定って言ってもさ、そんなさ何千とかのライブを見に行ってるわけじゃないからさね。サイリウムは禁止。どうなの、最近はあんまり見ないよね。どの現場でも見ないのかな。やっぱペンライトが主要になったのかな、分かんない。危ないの？そうなの。そうだよね、禁止だもんね基本的にはエコの時代。確かに。あ、液漏れるのあれって。マジ危ないんだ、それはやめよう。じゃあ、そうね、公式のが一番いいね。噛むと液漏れ、噛むなよ噛むの、あれをどういうことどういうこと。でもこうやってバンって折ったらそのまま折れちゃったりして危ないのかな。そっか、危ないんだね。全然知らなかった。あー、ポキアイスあるもんね。ケースと間違えちゃうのかな確かに、確かに。ワンチャン凍らせてね、間違えてね、ポキアイスは回しちゃう人とかもいるかもしれないしね。逆にね、そのサイリウムを噛むっていうよりかはさ、ポキアイスを次は逆に回しちゃう人が出てきちゃうかもしれないしね。やっぱ間違えてね。なんか光ってきた。だ、最初さ氷でさちょっとあれだけどさ、なんか氷がちょっと溶けてきたらさ、こう色が見えてくるやん。なんか白っぽいのがちょっとこう水水滴になってきて、あー光ってきたみたいななるんちゃう、ポキアイス。違うそうそういう問題じゃない。さ、どん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 なんかぐじゅぐじゅになっていくんやろ、液体になっていくんやろっていう意味のない会話の、これは何ですかね、この内容のなさすぎる私の会話。ポキアイスなんて言うんだろうね。あんはポキアイスって言っとった気がする。チュ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 ーチューとも言っとった気がする。ポキアイスかな。え、何やったっけな。
忘れちゃった。こういう話好き？本当？まったり配信。でもまあそんな長くは今日はとか言ってね。でもなんか昨日ラブクリエイトを歌いながらツイッターにも書いたけど、なんかちょっとめっちゃうるうるしちゃって、あでもなんか意味わからんしと思って、自分でなんでやろうって思って、自分でもわかんなくて、でもなんかすっごいうるうるして、なんかわかんないけど、でラブクリエイトの後トリガーでなんかもうその2曲ぐらいちょっとずっとうるうるしてて、なんかでした。いい曲だなと思ってた、どっちも。楽しかったですよ昨日も。とても暑かったけどそうでも多分皆さんは寒いじゃん、寒かった昨日。そうでけんさ、やっぱ屋内の時って夏でも油断せん方がいい気がする。あ暑かったんや、あよかったよかったもん、違うけど。でももううちらはああいうスペイビー系は全部いっちゃん冷房もいっちゃん強くいっちゃん下げてるんよ。ごめんね。だからないかなって心配で、みんなのことが。暑かったならいいけど、そう私たちはもうこれ以上下げられないんだごめんねーってスタッフさんに言われるまで下げてもらってるから、いつもこれが限界なんだって言われるまで下げてるからそう、確かに声出しとかもさ解禁されてきてさ、皆さんもねこう体力をより使うようになって熱くなるよね。昨日はね三つ編みしたの、珍しいでしょ。銀河ってクーラー強いんだわかんないけど、そうシミヤアンナちゃん推しです、ありがとう黄色タワーのペンライト見せてね。そう照明がねすごく熱いんですよ。え知らない、銀河の温度はそんなことは知らんけど、なんかさ昨日さ銀河すごいトリガーの世界観の幕だった、なんかすごい雲と空みたいな、なんでこれ今日雲とさ空あるんってみんなで言って、え知らん、トリガーだからじゃねーってみんなで言ってたトリガーだからじゃないみたいな、この曲トリガーのスペイベだしみたいな、これはみたいなこと言ってた。でああ確かにって言ってた。今日のえみちゃんなかったかな、その幕どうなんだろう。今日会ったら多分関係ないこの空がトリガーとは関係なかったんだなってなるし、まあ、今日あうん、うん、そう今日会ったら関係なくて、今日なかったらどうでしょう。ノイミーちゃんのノイミー買いに行った方、今日違ったっぽい。おということはやっぱこの空がトリガー仕様だったんじゃないでしょうか。やっぱりスタッフさんの粋な計らいでこの空がトリガーになったんだと思います。ありがとうございますイケイケの幕なの、のいみーちゃんウケるえあれ天使だっけ、今天使機関のいみーちゃんって、だからイケイケなの、天使機関だからイケイケなんだ、サイバーっぽいイケイケのサイバーになっちゃった。
天使はどこどこだね。そう、今は私たちはトリガー期間、まあでも夏マトペもかじってるね。鳥夏期間、この空が夏マトペ期間。だいたい被るから全部。今はうちら鳥マトペ。いろんなこと言える。この空が夏マトペ。今の期間です。あのサイン会、お渡し会と個別撮影会が終わるまではこの空が夏マトペ期間で、それが終わったら夏マトペ期間になります。夏マトペ一本の期間、夏マトペソロバーのあんちゃんいっぱい見てください。 YouTube ショートと TikTok にありますので、みんなのコメントも後でもう一回見に行こう。コメントもいっぱいしてね。みんな YouTube も TikTok もコメントしたか忘れたからコメントします。してください。忘れたんかい。TikTok も YouTube ショートもどっちもコメント欄後でチェックしようと。まだコメントしてないよって方はぜひしてください。何にコメントしたかめっちゃ忘れるって。ゲーミングの公開収録、わかんない。マイカとキアラ以外も出るのかな、まだ知らない。ん？全員あれ2人？全員？それとも何人か？わかんないです。発表されてないと思うよ。だってうちらメンバーも誰も知らんもん。誰かは出るらしい。だそうです。わかりません。こちらも。わかりません。サマステ皆さん懐かしい。マジ去年のサマステ、去年あれ去年だっけ、 B セル期間ですよね去年の夏って。もうあの期間がもうイコラブは必死すぎて、もう本当にもう懐かしいもん。サマステがマジで多分、あ B セル、ま、そうだまだやな。でもうちらは B セルの制作期間やってん。あそこは本当に記憶ないかも、ちょっと本当に記憶なかったかもしれない本当に。あの時そう去年のサマステは本当になんかもうがむしゃらでした。ティフとね、まあ、大体そうなるよね。まあでも今回はねもうね違うので、まあでも今回もそっか、でもあるかあるっちゃあるけど、いろいろと。でも去年のね B セル、ティフと B セル MV やってサマステやって、あそこらへんどっちが大変なんだろう、わかんない。まあでもなんか夏は大変な方が楽しくない？なんかいっぱい詰まってる方がさ楽しいじゃないですか。だから好きです私は、そういう夏が。なんか夏だしさ、こうみんなで、うん、
そう、ティフエクステつけたね。ティフのだから前日とかに多分行って、前日か前々日か分かんないけど行ってつけました、エクステで、その前に確かティフのステージの前になんかピンク髪とかそこら辺が多分公開されたのよ。そうで、もうその時点でえみたいな、多分え、ピンク髪公開されてなかったっけ、なんかされてましたよね、なんかの動画でさもう公開されてたんよ多分。それで私がさっきその後STU さんの広島のあれでステージ出させていただいて、でそこでアンナも、まあ、髪なやっぱ長いよねみたいななって、で全員出て全員でイコラブのステージになった時に明らかにメンバーの髪がもうなんかみんないろいろと違うみたいな結構違うメンツ多くないみたいな、あれイコラブちゃんすごく奇抜になってます、なんか髪伸びてる人多くないみたいな数人髪が伸びてて、そうだからもう私たちあの時ギャル衣装しか無理だったのそうなんかあんまり着れる衣装が、そうもうなんか髪とか激しすぎて、そうみんなの、そうそうだからもうちょっと着れる衣装を限られるくねみたいな、だからやっぱギャルくらい、ギャルとかやっぱキラキラとかそういうちょっともう衣装も奇抜にしていかないと、そう髪に負けちゃうから、もう髪が激しいから、激しいメンバーもいたから、そうだからもうそういう感じになった。あそう、でも私はその STU さんの楽曲に出演させていただくときはあの TIFF のイコラブでのステージの衣装とちょっとギャル出てるのは多分違うんでって言ってあのコンにしてもらいました。わかんない、そういう理由でのギャル衣装だったかどうかは覚えてないけど、そうあのコンでしたねルーズソックスは素晴らしいギャル衣装ね、瞳が好きな衣装です。一番このそうね、この夏はだから去年の夏はキラキラとギャル衣装が結構よく出てきてた、よく来たんですよね。だから今年の夏は何の衣装着ますかね。あでもその時はさまださ B セルとかがさ発表されてなかったから着れなかっただけで、今はもう夏マトペの衣装着れるから今年は夏マトペじゃない、こちら夏マトペよ、夏マトペでしょう多分ね、わかんないけどどうなんだろう、わかんないですけど、それは私にもわかんないです。まあでも何かは変わるとかはあるかもしれない、夏マトペが多くてもどっかのステージでは違うとかもあるかもしれないし、私たちもそれは分かりません。まだ瀬戸りとかも何も分かんないし、でも夏はねいっぱいいろんなこといろんなね行動したいから、やっぱり忙しくしたいなと思います。アイドルはやっぱ夏は忙しい方が絶対にいいと思うからさ、いろんな行動したいよ、行動というかいろんなお仕事みんなでしたいなって思いますね。まあ、でも夏は本当基本メンバーみんなで動いてるからさ、なんとこ元気。でも私言うてそんな大きく体調崩したの本当にインフルエンザ、もう当の昔のインフルエンザとでコロナのワクチン打った時でも、それはもうみんななるじゃんワクチン打ったら、それぐらいかもしれない、すごくすごく大きく体調崩したのはね、それ以外はそれ以降はないから、なんとこはなんか元気ですね。
まあでもね、勝負はやっぱ7、8月じゃないですか、特に。でも言うて周年もあるから、いや勝負は7、8月じゃない、勝負はね毎月なんよ年中無休よ、この1年とかじゃないよ、1年も2年も3年も4年もずっとずっとなんよ。だって別にうちらイコラブもデビューして1年目は当たり前に勝負の年だけど、2年目も3年目も4年目も5年目も6年目も7年目もずっと勝負の年だと思うし、だからイコラブについていきますって、一緒に来てください。だってもう私たちもさ6年、丸6年は経ってて、結成してからね、で今結成としては7年目でなるわけ、なってるわけじゃん。もうさ、例えば TIFF に出演されるアイドルさんの中で6年目とか7年目ってどんぐらいなんだろう。もうさ、何、中堅くらいなんていうのかな、と、なんていうんだろうね、そのもう若いとかじゃ全くないからそうフレッシュな若いこう新しいとかもないから、そうね、 STU さんとそうね同じくらい、まあちょっと STU さんが早い、どんぐらいなんでしょうね、イコラブはベテランとはまだ言えないんじゃない、どうなんですかね、期間的にだよ、期間的に。ニアジョイちゃんはねまだフレッシュって考えたら、でもそっか、ニアジョイちゃんがまだもうフレッシュで、ノイミーちゃんが中堅とかって考えたら、イコラブはもう一個上にいないといけないからすごいやばいじゃんあれだよ、その期間的にね、あの 年数的にはさ、ベテランの年数になっちゃうの？年数的にベテランになっちゃうのか、やばいねそれはやばいよね、あんなマジアイドル何年目アイドル12歳、 13年目、TIFFに関してはそう、あんな今年で10回目10回目の TIFF だから、そうベテランかも、さすがに10回目の TIFF は多分ベテランに入る実はコラボは7回目の TIFF かなあんなと TIFF 歴一緒、イエーイ。そうよ、節目よ、節目だから何でって感じですよね、イコラブが節目なわけじゃないからさ私勝手に節目なだけだから、私は2014、2015、16出てて、で17からイコラブで出てるから、そう出演回数地味にベテラン女そう、勝手にアンナは節目ですね。今年はね、私な、でもあれでしょ、今年さ、ティフのさ一番ホットステージ、ホットステージですか、あれは外のとこですよね。ね、ホットステージ、あれホットステージよね、やっぱ野外ですよね。え、ってことはさ、2017年にさ、私たちが初めてパフォーマンスイコールラブですって言った場所と同じ、全く同じ場所なのかな。え、やばくない？5000とか入るでしょ、あそこ5000くらい入りません？嘘、それは5、6000入るみたいな、違ったっけ？
何人なんだっけあそこ、駐車場みたいなとこですよね。でもなんか駐車場なんか特典会みたいなの、駐車場みたいなとこでやってるよね。え、やばいよね、まあ、もしそこに立たせていただけたらの話ですけど。そっか、まあ会場の作り方にもよるよね。そこに、まあ、私たちが今回立たせていただけるかまだわかんないですけど、まあ、もし立たせていただいたら2017年ぶりだからちょっとエモい気持ちになるね。え、去年も6日でした。去年6日でした。去年6日でしたよね。去年6日で、6日のホット、あれ去年、あれ6が最終日でしたな、違うよね、中でしたよね、真ん中の日ですよね、ですよね、2日目の最後でしたよね、イコラブは。今年は、え、今年は456でしたっけ。あ、最終日なんや、4566がもう最終日なんですか。あれイコラブが出るのは、イコラブが出る日は、イコラブが出るのは6。あ、そうなんや、そうなんや、そうやん、5日は夏祭りやん、うちら5日は夏祭りか。いや、さすがに鳥はないでしょ、私たちが、さすがに鳥はないよ、もう把握頑張ってて把握全然できてない。いや、鳥は中日だったらね、まあ、去年やらせていただいてるからっていうのがあるかもしれないけど、最終日はどうかね、あかね、これからまだ発表されるとかないのかな、どうなんだろう。いや、もしね、本当にいつかはね、でもいつか TIFF の一番大きなステージの一番最終日の鳥を飾れるくらいのグループになりたいと思う、もちろん。じゃあ、まあ例えばよ、まあ、もしのもしのもし今回そうやって飾らせていただけたら、それはもちろん嬉しいし、すごいことだしあれだけど、でもまあいつかね、またそれが今回じゃなくてもわかんない、それは本当に、それは本当わかんないじゃん、出演されるチームの方もいろいろいらっしゃると思うし、全然私たちも本当に、うん、わかんないです、今マジで皆さんと同じ情報しかあんのも知らないから、何も言えないけど、本当に何も言えないけど、まあでもね、いつか、それは私も夢かもしれない、一つ、え、でもあんのめっちゃそれ一つの夢かも、いつかTIFFの最終日のホットステージの鳥を務めること、夢は大きく。いつかね、別にそれは今年とかじゃなくてもさ、いつかいつか、でもそれってなんか鳥だからというよりか、任せてもらえるようなグループになれたっていうのがすごく大事じゃん。だからまあ、もし今回その次につながるかもしれないから、今回 TIFF でこういつのステージでもたくさんの方が見に来てくれることがやっぱ一番大事だから、ぜひたくさんたくさん見に来てほしいし、お友達をぜひ連れてきてほしいなって思うし、私たちもそれに見合ったしっかりパフォーマンスを
頑張りたいと思います。乃木坂さん6日ライブなの？全員それはでも大体でも48グループさんとか46グループさんとかね。確かに TIFF で一番盛り上がったグループイコラブって言われたい、言われたい。あんなも一番なんかこうなんだろう、 TIFF っていう夏のライブを見せたのはイコラブのメンバーとイコラブのファンの方だって言われたい。私個人的にすごい TIFF が好きだし、なんか多分自分の中で思い入れがあるんですよね。これは別にイコールラブとしてっていうよりかは山本アンナとしても思い入れがすごく TIFF にあるから、そうイコラブとしてもやっぱ TIFF でデビューさせてもらったっていうのもあるから思い入れじゃん自分の中で。だけどその前にやっぱ3年間 TIFF に他のイコラブに入る前の広島のグループでその出させていただいてたんですけど、やっぱそれに出るのもすごい難しくて、そうで広島のスクール内で TIFF に出るためのなんかオーディションみたいなのとかあったりとか、今もさ TIFF に出るためにアイドルさんがいろんな地方ブロックに分かれてさオーディションみたいなのがあってステージに出るっていうのとかもあるじゃないですか。そうだからなんか TIFF ってアイドル、日本の多分アイドルになった子みんながこう目指したい場所であって、まず TIFF に出てでその後は誰もがいつかはホットステージで歌いたいって思う場所がすごくアイドルとしてみんな思ってるようなことなんじゃないかなってアンナは勝手に思うから、でアンナもそうやって思ってた人の中でさの一人だからさ、だから自分の中でもすごく TIFF は思い入れが強いです。あんちゃんに言われたらティフ行くかな、来て来てとかつってみんな来てね、コラブのライブに来てほしい。サマステはみんな来れますか、当たった。サマステはキャパ何人なんだろう、あれあんなパッと見ただけでキャパが全く分かんないんだよね。なんかこれが300人だよって言われたら300人いるんだって思うし、これが1000人だよって言われたら1000人いるんだって思っちゃうと思う。なんか分かんない、どれがどれくらいのキャパなのかがマジで分かんなくて、そうだからこれが何人だよって言われたら嘘って言われてもふーんそうなんだって思っちゃう。750刻まれてるんですが、そうなんや、わかる。私 TIFF のスマイルガーデンね出たい、好きなんよねスマイル。イコラブとしてスマイル出たのって何回あんまないよね、2回スマイル私もめっちゃ好きなんよね。でもね、なんかさ TIFF といえばスマイルみたいなとこない？2019がスマイルなのか、スマイル1回だけか、水玉の衣装の時でしょ、めっちゃ覚えてる。あの時はスマイルしか出てないんだっけ。でもオンラインとかはさあれだよね、なんかキラキラ衣装着てで上着脱いでのやつだよね、オンラインの時なかった、そんな3周年の衣装着てとか
やった気がする。それオンラインだったよね多分。意外にね、だからやっぱ覚えてるの。でも自分の中でティフは結構ね思い入れがあるから覚えてるか。でもあと私とあれなんだっけ、キュートさん大好きステージだっけあれってとかも、イコラブから4人かな、4人出演させていただいて踊った。あんまりさ、そのコラボとかさ、コラブそんなさ出る機会ないから楽しかったし覚えてる。そう、足持って踊るやつね世界一ハッピーな女の子。あれもやってたよね、なんだっけ、 T シャツステージ、 T シャツステージで確かイコラブ勝ったよ。あのね、大玉転がしみたいなやつ、大玉転がしみたいなやつ、なんかお客さんと一緒にこうやって転がしてやるやつね、勝ったんよ。でね、確かね MC をねリサにしたい、リサがそうそうそうやった やつよね、懐かしい懐かしい。で、あのラジオ体操の前に出てくる音楽の時に、なんかマイク持ってるのがイコラブだったから、イコラブがしっかり歌わないといけなくて、めっちゃ楽屋でも一生それをみんなで歌の練習してた気がする。マネージャーさんがずっと流して、はいみんな歌ってって言って、みんなでずっとあの曲を、なんかラジオ体操の前の曲なんか更新して出てくるんですけど、あれをなんかずっと楽屋でうちらが練習してた懐かしい。いろんな懐かしいことがありますね。もう11時過ぎたので終わろうと思いますけど、トーク企画出た、なんだっけ、いおりとマイカとアーナ3人でMC だ、 MC させてもらったんだ。あれは何だったんだろうあれはなんで あの3人で MC をすることになったんだろうね。わからない、私にもわからないけど、3人で MC してアイドルさんとお話しした話した。この指とマレーの公開収録もちろん覚えてますよ。バッキャラ王のやつでしょ。あー、そうだ、メンテナンス加入した。34、35、36番でしょうちら。セアラさんの34ですねとか言った気がするもん。あの34だった気がするもん。確かだから覚えてる。うちらは何も、もう分かんなかった。分かんなかったし、今もよく分かってないけど、あんまり。そう、全部懐かしい思い出です。っていうことなので、今年の夏も、まあ、もちろんティフもだし、イコノイジョイもだし、夏の8月5日のイベントもだし、サマステもだし、まあ夏まとべき感でもありますし、こう発売日に向けて一緒に盛り上がっていけたらなと思うし、カップリングの方もね楽しみにしててほしいなと思っておる所存でございますはい、
そうよ、みんなカップリングの楽しみもあるでしょあるでしょっつって、みんなそうやってさ、あのライブの方に気を取られてて、実はカップリングもあるんだぞー言うて、みんな忘れてたやろ今、ライブのことばっかりでみんなめちゃくちゃさ忘れてるやん。どんな楽曲なのか楽しみにしてて、予想するのは今楽しくない？あ、今回はこういう曲が来るかなとかってナツマトペだけが入るシングルじゃないですからね、もちろんもちろんのこと、カップリングもありますから、ワクワクしててください。ちゃんちゃんちゃんアキマトペと次の、そうかもしれないね、わかんない、確かに夏マトペが表題曲で、秋マトペと冬マトペと春マトペが全部カップリングの可能性だってあるしね、それは当たり前に可能性あるよ、うん、やっぱ1年間大事にしていく楽曲の春夏秋冬マトペの完成かもしれないし、実は表題で夏と見せかけての先取って春まで歌っちゃうかもしれないしね。春夏秋冬マトペがカップリングの可能性もある、可能性だけねそうだからワンチャン、あのカップリングの MV はやっぱ夏はこうセブ島とかでやっぱ撮ったんで、まあ、それぞれ今のその季節の場所に行ってるかもしれないよね。冬の国、今の冬の国で MV 撮ってきた可能性もあるし、そうと南極とか行って冬マトペやっぱ撮ってきてる可能性あるし、それはね楽しみにしててほしいなと思います。話が大きくなってる、やばいやばい、絶対ツイートするなよみんな、こういうこと絶対にやめてくれよ、あんなが適当なこと言いすぎちゃってるせいで、本当にやめてくれ、あんな頭おかしいと思われるから。下書きまで入れてた、よかった下書きで止めといてくれて、危ない危ないダメですよ、こんな適当なことを話してる私がね、私のこれ適当な思いつきなので、そうそう、まあワンチャンにおわせでもあるしねどこがやはい、ということで終わります。中3位カピカピちゃん、12位が定位置、10位が日清月歩さん、10位がレグルスさん、9位がユーシスさん、8位がアキララさん、7位がサミエルさん、6位がシブさん、5位がユカリン、4位がアヤカちゃん、3位がマツケンさん、2位が99のソイちゃん、1位がジッスンです。ありがとうございます。それではさようなら、バイバーイ、おやすみ、トポール弁当箱。